そのランチ。ダメじゃん、絶対。でもダメだったらもう我慢するけど、やっぱりお客様は小学生までのメニューになっております、絶対言われるけん。頼んでみる？どうやる？なんか小学生みたいな、どうにかいけると思う。でも小学生ならじゃん、優しさみたいなあるかもよ、そりゃ。だから大きいパンケーキは食べれないんですけど、言ってみようか。ち頼むんで、これのパンケーキちっちゃいのください。そうなんです。これおもちゃとかついてる？あ、おもちゃつきって書いてある。いや、いらないんでっていうので、行こう。マジで、あんまりくっついたことある。あれだよね、炭水化物ね。でもな、炭水化物取らなかったら体臭とか。え？らしいよ、体臭とか。あの、やっぱ脳細胞が死滅したりするらしいよ。そう、糖分とかそういうの。じゃあどうするかな。いっぱい食べてください。あ、すいません、この酪農地朝食とこのキッチンパンケーキプレートっていうのを食べたいんですけど、小学生は食べたいんですけど。あ、そうなんですか。デザートの方にちっちゃいのがはい、おもちゃいらないんで、それでもどうですかね。はい、ダメです。全然バラです。結構すごい、結構強めな感じで、ダメですね。あれ、あれやね。私やっぱ今日ちょっとついてないわ。ついてないです。もっと優しいね、そのでもやっぱそういうマニュアルがあるんだよね。ダメです。私のキッズにも見られないけどね。ちょっとエコーかけようか。私のキッズに見られないけどね。私のキッズに見られないけどね。私のキッズに見られないけどね。キッズメニューが食べたい。はい。キッズメニュー子供作ってください、早く。うん、でもすぐ小学生にはな。あ、でも小学生までのメニューだから、ちっちゃい子でもいいか。あ、でもお人形さんとかいいかもね。キューピーのなんかお連れきて。ここに？そう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 、あの、この子のあって。そう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 、絶対ダメじゃん。そうするしかないってことが。どうしよう、食べたいですって。ちょっと何店舗か回ってみるし。じゃあ次回に挑戦。はい、またはい。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。